すいません、今日一日中こんなんでしたね。ジメジメの暑さかな、分からへんけど、メガネ乾燥して今日メガネで過ごそうか悩んだんですけど、ゲーム実況を見たくてテレビに集中したくて、あれにしました、コンタクトつけました。結局まあ今日はあの課題してました、終わらない課題を永遠と誰かやってくれへんかないつももう分かんないね、夏休みの宿題とか、まあまあそんなんに限らずなんですけど、課題とか提出期限のある宿題課題をやらんくてね、課題提出日ギリギリまで、いつもそう、誰も注意しやんねん、わからんのこと、お母さんもせやから眉毛描けばよかったよね、眉毛がないのな、キャンディーなーなー、おりゃん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 、そう、いやみんなそんなもんよね多分、うん、そんなもんやと思っとく、ほんまに課題は早くやろう。大丈夫これ、大丈夫、鈴やな、いいよ、あ、アイカも来てるんや、アイカ、顎かいてごめんアイカって言って、アイカアイカそう、今日はほんまにちゃうねんちゃうねん、ほんまに聞いて言い訳したいんですけど、なんかね今日はメイクをするかほんまに悩んで、でもねメイク用事、外に出る用事とかメイクする用事がないのにメイクしてお肌がちょっと荒れちゃうのも嫌やし、かといってメイクしやんのもなんか、うん、気分乗らんし、もうその狭間によって今日は結局メイクしなかったんですけど、メイク配信ショールームでしたらいいやんとか思ったけど、需要、果たして需要あるのかなって考えた時に、いややめようってなってメイクしなかった、はいすいません、メイクすればよかったねキャンディー顔見たいって、キャンディー、キャンディー寝てます、眠いよね、だからメイクしないと眠たくなる、ちょっとだけ顔がもう絶対寝てたやんみたいな顔してる、寝てましたよ、ちょっとだけ寝てた、眠たくなっちゃった、頭使って眠たくなっちゃった、キャンディーと寝てましたさっきまで、ね、また機会があればメイクなんちゃらをしたいなとは思うんですけど、見る見るかな、そうキャンディー正解、今の泣きが分からんか、キャンキャキキャンディー、 K じゃない K じゃない、名前変えんといて、キ全然目開いてない、やば申し訳ないそう、このままこのまま寝そうやけどね、お話し方ってよ、よかった、お話できるね、よかった、嬉しい、めっちゃ眠い今日は愛犬の1歳誕生日でした、おめでとう、お祝いしてあげる、いっぱいガムあげよう、うちの犬の3匹おるんですけど、3匹ともガム大好きです、固めのガム、柔らかめのガムとかジャーキー売ってるけどガムが好きらしい、ふん言っちゃったワンコ何の種類、ね、上から順番に言っていくね、年上から順番に、チワワ、チワワのピアノと、あ間違えた、チワワのピアノちゃんと、あれ順番順番、ミニチュアシュナウザーのリズムちゃんとシーズーの音符です、音符ちゃん、音符ですね、
ね。ですね。ですね。ですね。梅雨って終わったんかな。なんか梅雨はアホ毛が出やすいから、あの得意じゃなかったんけど、なんか今日はあんま出やんかな。どうなる。名前かわいいやろ。若菜がつけたわけちゃうけど、若菜はキャンディー名前つけたっけな。キャンディーって誰がつけたやろ。分からへん。若菜が小さい頃にお家来たから。で、若菜がキャンディーをこの子がいいって言ってお家に連れてきました。若菜の記憶上多分ね。愛香はおらへんのもん。愛香、誰かおらへんの。わかんないね。おー、話し会追加しました、ありがとうございます。ピースピース。誰かおらんのかな。なんかそのわかんないのね、最近の悩みがこのクマにも、ね、メイクさんに聞いた話で、メイクさんに聞いた話でって2回言っちゃった忘れてください。あのこのクマってあるじゃないですか、目の下の。めっちゃどうでもいい話なんですけど聞いてくださいね。そのクマが寝不足とか疲労のクマもあれば、色素沈着って言ってこの色素がもうついちゃって取れないクマもあるらしくて、あと何のクマがあるか分かんないんですけど、全然私寝てるんですよ。だからほんまに何のクマかなって思ったら、多分色素沈着なんですよね。寝てるから絶対寝不足じゃない。多分この誰よりも寝てます多分めっちゃ寝てるから、だから色素沈着のクマをどうやって消すかメイクさんと相談してたら、なんて言ってたっけ、その保湿保湿大事って言われて、だからね、目元に寝る前に塗るクリームと目元のパックを買いました。その即決でした。調べましたもん。メイクさんと話してる時にもう買いました、通販で。じゃあこれでいいですかって、それでいいと思うよってポチって買いましたね。うんうん、そう。だから皆さんもそう、クマがねあるとちょっと目元が暗く見えちゃってね、メイクしても。そう、だから直そうと思って色素沈着をね。そうだから皆さん、もし色素沈着のクマとかで悩んでたらおすすめです。売ってるんですよ、クマ用のクリーム。色素沈着の方のね、多分わかんないけど、うん、おすすめします。目元明るくなる気する。コンシーラーでね、カバーできる時とできない時があるからね。なんでもね、大事やなと思いましてね。そう。マスク、パック、マスク、パック。こんばんかにゃん。今日はなんでショールームしたんですかね。わからない。なんかしたくてしたんですけど。多分ね、新 YNN さんの方で、今何時だろう、6時か7時から今日7時からスプラトゥーンの実況、ゲーム実況があるから見てくださいね。若菜も見たい。アンジュがやるんですよ、スプラトゥーン。アンジュは何しても面白いから、これほんとアンジュは何しても面白いよ。終わったよ。え、あ、うせやな。よかった。あせあせあせ。びっくりびっくり。びっくりびっくり。びっくりマン。他にはスプラトゥーンね、やったことあります。いとこのお家に行ってね、ちょっと前の話やけど、いとこ、わかんないかスプラトゥーンやってみたかったけど、その時はスイッチ持ってなくて、で、いとこのお家にあるから、わかんないもやるみたいな感じでやらせてもらったけど、酔った。あれめっちゃ酔うね、スプラトゥーンって楽しいけど。楽しいけど酔った。楽しかったよ、めっちゃ。でも酔った
こんばんは、くにゃみ。ふう。めっちゃ酔うよ、スプラトゥーンは。髪伸びてきたね、嬉しい。ロングにしてみたいし、ボブにもしてみたい。ボブにもしてみたいっていうか、ボブやったっけどね、ずっとね。今日何時までするの？そのスプラトゥーンが始まるまでしようかな。7時までショールームします。かぶっちゃうとあれやからね。私のショールーム見て、その流れでスプラトゥーン一緒に見ましょう。チーム ANN さん、うんうん、ね、髪の毛伸びたね、嬉しい嬉しい嬉しいよ。眠い。早くね、若菜の夢、ほんまに軽い夢なんですけど、早くツインテールして髪の毛ふわふわに巻いて、憧れです。私のアイドル像、アイドル像っておかしいな若菜が一番大好きなのアイドルがやっててキュンってする髪型がそれやから、やってほしい、やってほしい、やりたいかやりたい。うまわかにゃんにゃんごにゃんごにゃん。キャンディどこ？キャンディあっち。髪の毛染めてみたいけど、わかんないね。めっちゃ地毛が黒やから、この黒の髪の毛も好きなんです、自分の黒い髪の毛も。でも染めてみたい、なんか染めてみたい、染めたことないから。そうね、やってほしいって言ってた。めっちゃ一言を自分がやるのにびっくり。うん、でくれた。ネイルしながら見てる。何色何色？わかんないね。冬休みに一回ちょっとカッコつけてネイルしたことがあって、ネイルって言っても自分で爪塗ったんですけど、なんかね、爪塗ったことなかったから、今まで何色に塗ったらいいかわからんくて、なんかクリーム系の色塗ったんですけど、調子乗ってね、私塗ったんですけど、クリーム色やから爪の元の色もクリーム色じゃないですか。どうかして塗ってるかわからんかった。結局ね、なんかこの時間は何やったんやろうって思いながら、冬休みそれで過ごしてたね。いつやっけ、高校1年生ぐらいの時。にゃん、あ、僕の好きな最強ツインテール、お前最強ツインテールになっちゃう。がー、そんな自分で最強とか、そんなあの、そういうかけただけですよ、ツインテールと最強ツインテール、そんなあれじゃないですかね、本当に黒染め、就活で黒染めしたから、それっち嬉しい。お、今は就活生なんですね。うん、えらい、えらい、あの、まだ私就活を経験してないのでもちろんなんですけど、はい、大変ですよね大変ですよね、だってえらい、無理せんとね。お、ほうね、ニャンティ推しです。お、ありがとう。でもね、わかんないね。そっか、面接とかあるのね。大学受験のために頑張ってます。えらい、わかんないも一応受験生、え、同い年じゃ。わかんないも受験生よ、一応受験生の年ですえらい、みんなえらいよ。髪染めたいけど何色にしようか迷って、お、一緒に考えようよ。テロップ打つの忘れてた。テロップ打ちながら一緒に考えようよ。わかんないね。一時期ほんまにめっちゃ染めたい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 って、周りの高校生になってから周りの子が染め出してね、染めたい染めたいって、染めたいやった時にオリーブ系の色がすごい魅力的で、私にとってオリーブとか
なんだっけな、オリーブベージュ、なんだ分かれへん名前、どうしよう、配信してますにしよっか、テロップ打つことなかったな。出ます、はい、配信してます。ね、そうなんよ、周りの子意外と高校生、高校生になるとね、校則が緩かったり中学の時よりね、それから染める子とかも出てきて、同級生とか中学しちゃった子とか、うん、そんな子を見ながらみんな染めるなーって見てました。アッシュ、そう、アッシュグレーや、思い出した、アッシュにしたかった、ずっと、多分わかんない、似合えへんねんけどな、色、あ、アッシュにしたくて、あ、何時までって書いてた、なるほどなるほど、うん、人の感想を聞きたいな、もうわかんない、ずっとアッシュ、あ、アッシュ気になってた、染めてみたいよね、かわいい、ミルクティーベイなんで一時期やりたいなってなってた、やってないよでもめっちゃ可愛いよね、7時まで配信、19時、打てないな、19時、あ、19時まで配信します、いけた、なあ、めっちゃみんな、アッシュは色落ちしにくいらしい、インナーカラー、うん、かわいい、黒に近い色なら染めてもバレにくい、ね、いや、あの、ちゃんと昇格してからそれは染めたりするのでバレても多分大丈夫です大丈夫です、それは誰に隠すの、染めたこと、うん、でも若菜は染めんといてほしいって言われるかも、舞ちゃんとか、若菜はこのままでおってほしいって言われそう、分からんけど、ごめん、適当に舞ちゃん名前出しちゃったけど、うん、猫の毛って今日はね、そのあれ、今日ずっと本当に宿題してお菓子食べて、宿題してアイス食べて、なんか甘いものばっか食べちゃってた、美味しかったからいいけど、あのハーゲンダッツのなんちゃらミルクティー味がめっちゃ美味しくて、昨日ね、おばあちゃんがね、お菓子と一緒にアイスも買ってきてくれて、アイス、そのアイスが美味しかった、買ってきてくれたなんちゃらミルクティーって味がめっちゃ美味しかったそう、めっちゃ美味しかった、まあまあ染めても染めなくてもどっちでも似合ってるよって言ってください言ってね、眠い、はい、うん、あくびして思った、優しい、みんな優しい、あ、思い出した、若菜が言いたかったこと、ファンの皆さんにとか、若菜のあのね、そのツイッター、あの、そんな真剣な話じゃないんでかしこまって聞かなくていいんですけど、ほんまに寝ながら聞いてくださっていい話なんですけど、若菜がね、7期生が最近ツイッター始めさせていただいて、でね、ツイッターを始めさせていただいたことによって、今やってることとかファンの人とか NMB ファンじゃない方からもフォローしていただいたり、コメントツイートしたことについてコメントしてくださったり、もうそれがすごく嬉しくて、でもそれ以外にも今までやってたアメブロアメーバーブログ
NMB のアメブロとかモバイルメールもなんか今まで通りサボりたくなくて、書けるときは書きたいし、ファンの人に伝えたいことは伝えたいし、やからね、わからん、サボり癖とか忘れっぽい性格あるけど、寝る前この時間は絶対ブログとモバメ書くって決めて書くようにしてるんです。最近そんなまあ私の自己満なんですけどこのツイッターを始めさせていただいたからこそブログをもっと大事にしようと思ってそう、モバメの返信読めてるよ、来てますよ、スティッチさん大丈夫ですよ。そうブログをね、でもね、何書いたらいいか分かってない。そうサボりたくないのよ、せっかくねこのね続けてきたから。最近はちゃんとっていうか、最近はブログを毎日書こうって心がけてます。でもね、文章書くのってほんまに楽しくって、今日何したっけなっていう思い返す時間でもあって、ブログ書いてる時が、今日はあれしたなとか、今日はあんなことあの子と話したなとか、ダンスでこういうこと勉強したなとかただただこのジュースが美味しかったとか、ファンの人と。そうでね、そう若菜が毎日書いたらいいねもしてくださるし、ファンの方でね、コメント欄もちゃんと見るんですけど、いっぱいね、あこの方ツイッターでもコメントしてくれてるのにブログでもコメントしてくれてはるとかが見ててわかるから嬉しい。ほんまにありがとうございます嬉しい。ねえ、ツイッターでね、今日ブログ書いたよって宣伝すればいいねんけど、忘れちゃう、それを忘れちゃう。たまに思い出して宣伝するんですけど、今日ブログ書いたよとか、ブログ書いておやすみってツイートして寝ちゃうんですよ忘れて。そう、わかんない、マイペースですか。わかんない、意外とマイペースじゃないんですよ。めっちゃせっかち、時間とかにめっちゃせっかち、なんかせっかちすぎて怒られるぐらいせっかち、うるさいって怒られるぐらいせっかちです。うるさいって言われます、お母さんに。飛行機どっか旅行行くときとか、飛行機の時間ほんまにこれで合ってるとか、飛行機まであと10分っていうか、あとこの時間やけど行けるとか言って心配しすぎて、お母さんに大丈夫やからって、私の方が分かってるからって、旅行行くとき毎回そんなんです。ね、リプでたまにうちの猫の写真送ってもえ、うん、わかんない、ほんまに猫の写真ね、たまにファンの方が送ってくださるんですけど、返信でね、じゃあ可愛いなって思って見てます。癒される、みんな猫飼ってるのね。だからね、よかったら、そうよかったら若菜のブログ暇な時にでも見てくださいね。そうブログ上がるまでちょっと時間がかかっちゃうから、お休みツイートしちゃういつも。そう大雑把っぽいのに意外、大雑把、あーどうだろう、それは何とも言えない、大雑把かも、でもマイペースではない、少々、もう毎日あるわけちゃうって意味で、ボーボー、そうコメントくださってますよね、ありがとうね、みんな本当にありがとうございます、嬉しい、めっちゃ嬉しい。なんかね、わかんなあ、もろもろか45分からランキング読みしますね。そう、若菜だけがブログ、なんかねブログね、若菜だけがやってるだけじゃ、やってるわけじゃなくて、ファンの方も一緒にコメントしてくださるからこそブログ、私のブログが成り立ってるのかなって。あ、そっか、お姉ちゃんはお家にいたんですね、ドア閉めてない、あーごめん、
こしちゃった、怖い、うるさかったと思う、若菜の声が。家族でお母さんが一番、若菜とお母さん、これがお母さんの顔、そっくり。若菜とお母さんめっちゃ顔そっくりです、ほんまに。全然、ありがとうございます。大丈夫、ドア閉めてくれたお姉ちゃんが、申し訳ない。眠いね。だから皆さん、よかったらブログ読んでください。頑張ります。徐々に徐々に眠たくなっていってるけど、全然眠くないですよ。全然コメントはしなくていいですよ、めんどくさかったら。読んでくださってるだけで、今日の若菜の情報を知ってくださってるだけで。若菜も面白いこと書けるようにね、もっと語彙力を学びたいなって。そう、どうやったら語彙力っていうか面白い文章が書けるかなって、面白い話とかができるかなって。難しいよね、難しい。文章能力が本当になくて、昔から作文とかも書けなかった。読書感想文、読書感想文とかも、このあの登場人物のここどこどこがかっこよくて面白かったですみたいな読書感想文やったから、ほんまに分かんない、読書感想文ひどいよ。ね、そうなんよ、作文ってほんまに難しいよな、めっちゃ難しい。もうなんか自分が今何書いてるか分からなくなるし、あれこのことさっきも書かんかったってなる、作文書いてたら。作文って文字数決められてるじゃないですか、文字数までいく、そう、文字数に命かけてた、そう、その通り、分かんない、文字数まで到達しやんから、稼いでた、駆動点をいっぱいつけてた。そう、同じこと何回も書いてまう、句読点、今まで句読点って呼んでた。句読点って言うんや、あ、もうそんな、皆まで句読点か、みんな賢いんだ。なんか小論文とかもあるじゃないですか、今まで小論文を書いたことがちょっとしかないから、小論文と作文の違いがわからない。私は賢くないです、めちゃ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 、いやそんなに賢いけど、なんかわからん。そう、提出できたらそれでいいよ、読書感想文に点数ってなかったからね。うん、うん、そうなんよね、そうなんよね。宿題はちゃんとやるタイプでした。やるのは遅いのに、そう、やるのは遅いのにちゃんと出すんよ。そこだけ褒められてたん。今若にゃんちゃん推しの子と電話しながら書類を見てる。な、どういうこと？二重やん。こっち、このループやん。電話とショールームのこの頭ぐるぐるちゃん今。すごいすごい。ね。そうそうそう。難しい、難しい、何事も難しい、でも何事も挑戦やな、思ってやってますね。何事も挑戦なんですよ。お、そういや最近クッキー届いた、おめー、おめ、あのおおお担当とめ担当です。これやったらおやし、これやったらめやし、おめ。ね、あの本当に今日メイクすればよかったなって改めて、今日めっちゃ眠そうな顔してるから。あ、クッキーいろんなとこ持って遊びに行くね。え、じゃあどこ行く？カフェ行こう、カフェ。
ヒラパーさんにも行きたいし、いや行きたいんですよ、うん、行きたい。アイカと行こねって密かに予定立ててる。予定が合えばいいんだけどね。行きたい。ヒラパーさん、ヒラカタパークさんです。ピース。いやー行きたいね。え、眠くないですよ。うん、ね、わかなは何しましょう。わかな、そうやることがあるんですよ。宿題っていう。宿題やりたくないよ。宿題する。でもこの後ショールーム終わった。音楽聴きながら、音楽聴きながら宿題はしたあかんでって言われてるんですけどね。頭に入らんから。やっちゃうよね、楽しいから。なんか音楽聴きながら私は勉強とか宿題できるから。そんなことないけど音楽聴いちゃうんよ。頑張る。ありがとう。頑張ります。グミ食べたい。まあお家にグミあるんですけどね。お母さんがね、あ、これ内緒にしとこ。モブ飴に一番に送るね。わかな、でもね、お出かけどうしようかな。お出かけ用にしたい。何のことかな。お母さんがね、わかなのためにあるものを買ってきてくれて、今日早く送るね。モバメンにさっき送るね。まだね、まだ使えるけど、まだちょっともったいなくて使えなくて。いつ使おう。ちょっと予定考えよう。外出るとき使いたいけど、でももったいない。モバメンに送るね、先に。待っててね。そう、お母さんがね、若菜が好きそうなものとか、お出かけとかお仕事の帰りとかに見つけた時に写真送って、これいるって送ってくれるんですよ。若菜がだいたいその LINE に気づかないんですけどね。なんやろう、なんやろうな。いや、ただの若菜が得する話なんですけどね。それはほんまにほんまにつまんないことなんですけど、大したあれじゃないです、本当に。足しびれてる。そう、外で使うものやけど、今今の時期絶対いるもの。こねとも分かっちゃうけど、そう、この話はしま置いときましょう。足しびれた。45分になったらランキング見しますね。うん、あー、もうあかんあかん、ニヤニヤするから。その答え出てきちゃったらコメントちょっと隠しとこ、軽く。あ、猫の毛ついて。皆さん、今日の夜ご飯決めましたか？若菜のお家は何かな？今日の夜ご飯、お母さん、今日の若菜家の夜ご飯何？ペンどこだ？何やろ？おばあちゃんが作ってくる。あ、タイの味噌漬けって言ってた。若菜がタイめっちゃ好きやから、タイの味噌漬けとかタイの塩焼きとか。おばあちゃんがタイ届けてくれるって言ってたかな。タイの味噌漬けめっちゃ好き。タイ甘いから、白身魚めっちゃ好き。そう、足しびれて痛い。45分。あのね、順位変わっちゃわないように書きます。神、あー、神ない。あった。まあまあ、皆さん明日から月曜日ですけど、無理せんとね、頑張りましょう。私と一緒に、わかんなも課題を頑張りますね。気分上げていきましょう。美味しいもの食べて。
ね、鯛めしも好きですよ。鯛めし、ふう、うん、映画見に行きたいな。わかんない、昨日唐揚げ食べましたよ。その前も食べたけど、毎日は食べれないよ。なんでかって買わないから。毎日食べてると油物ばっか食べてると良くないんですらしいですなので私は最近野菜を食べるようにしてますね。あ、ランキングを書かないと。うん、どうしよう、このランキング変わっちゃったら。自己申告制でお願いします。自分何位だったよって。これめっちゃあの私の昔の宿題のやり方、宿題写す時みたいなあれになってます。なんか宿題、課題ってたまに答えが配布されてる宿題ってあるじゃないですか。私その答え配布されてる課題は絶対見ちゃう人でした。でその書いたやつを友達に見せるタイプでした。見せてって言われて、いいけど先生にバレたあかんでーっていうタイプでした。まあ中学の時なんですけどね。高校になったら答え配布されるってことがなくなっちゃって、そう 1,2,3,4 1,2,3,4 1、あー何位だろう、これ順位変わりましたか、もしかして今。大丈夫か。そう、うーうまくい、うまくい、よし、できた。唐揚げはマヨネーズ、よし。オートミール、最近流行ってるよね。そのなんていうの、空腹感もあるし低カロリー的なやつらしいけど、オートミール、うん、食べない。嘘、更新されてる。でも大丈夫、45分締め切りにしてたから。ランキングを見しましょう。もう、うん、ランキングを見をしましょう。え、合ってるよねこれ、これ、え、合ってる。うん、この一回確認しよう。合ってる、いきます。13位、みなみちゃん。みなみちゃんはどこだ、ブログのコメントしてくれてなかった、多分してくれてたと思う。しなかったら申し訳ないんですけど、ありがとうね、いつもとこれ何位か書いてない。12位ですね。12位、マスオさん。ギョギョギョ、今日のわかなの夜ご飯タイなので一緒ですね。何が一緒、ありがとうございます、いつも。はい、はい。11位、ゆうちゃんさん。ゆうちゃんさんはね、なんか書いてたよね。ゆうちゃん、アットマークピオラ、うん、ゆなのファンの方や。ゆな可愛いよね。わかなのゆなの唇が好き、めっちゃめっちゃくにょぷにょぷにしてて、めっちゃ唇かわいいよね。分かってくれるはず、ピオラさんなら。ありがとうございます。10位、え、やってる。10位、ひろきさん。お、ひろきさんは猫のアバターの方ですね。いつもありがとうございます。あのツイッターのコメントとかも返信か、ちょっとブログと混じってたワードが。いつもありがとうございます。うねうね。9位、しんさん。しんさん、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 しんさんは、しん、しんさん、白メガネ、メガネね、わかんない、メガネ買い替えたいってずっと言ってんねんけどね、買い替えれてないです。はい、誰か買い替えるきっかけを欲しい。誰かメガネ、わかんないのメガネ割るとかやったら買い替えるんですけどね。いつもありがとうございます。8位、おかゆっこさん。おかゆっこさん、かゆこさんもいつもツイッターのコメントとか、コメントって言ってた、返信ですね、いつもありがとうございます。シナモン1位、おめでとう、パチパチ、ありがとうございます。19、8、7、7位、
鉄メガネさんとかや。お、見つからないぞ。ない。鉄メガネさん、いつもありがとうございます。またメガネや。こうやって枠内にメガネのことを思い出させてくる。あ、お腹鳴った。鉄メガネさん、いつもありがとうございます。メガネ買い替えよう、本当にありがとうございます。19876、6位、カフェオレさん。うん、ユナとアイピとモッちゃんのファンの方ですね。モッちゃんね、もっちゃんの今日のツイートはかなってなった。かわいすぎて。あれ見た？みんな見た方がいいよ。おっちゃんには恥ずかしいんで言わないでほしいんですけど、若菜と身長同じぐらいなんですけど、もっちゃんね、それを感じさせないスタイルの良さがあるなっていつも思います。私は知らないです。おっちゃん肌白い。カフェオレさん、いつもありがとうございます。5位、みゆちゃんさん。あー、みゆちゃんって言いたい。うんうん、つけたくなっちゃうけど。みゆちゃんさん、かわいい名前。シナモン好きなんですね。うん、かわいい、ありがとうございます。これ何位だ、今計算できない。お、みゆちゃんさんが5位ですね。4位、あやねちゃん。あ、あやねちゃん、いつもありがとう。ツイッターもかわいい、あの画像とか作ってくれてありがとうね。これからもお願いします。ありがとうございます。はい、3位から1位まではいっぱいお話ししようのコーナーなので、で勝手に私が作ったので。3位がね、ポッ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 ポン、ポンちゃん。ポンちゃん、レパートリーなくなってきたでしょ。そろそろこれポン増やすっていう目論見やったら、ちょっとそれは許さないよ。そうそう、ポン、これね、そのやるたびにポン増やしていくのはいいけど、辛くなるのはポンちゃんの方で、今ポン何回目やろうっていう周期忘れるよ絶対。でもいつもありがとう、ポンちゃん。ポンちゃんはね、ポンちゃんです。ポンちゃんもベネロペが頭にから離れへん。ベネロペめっちゃわかんない、好きやった。ポンちゃんも好き、昔よく見てました。いつもありがとう。レパートリーなくなってるのバレてる。バレてるよ。いいよいいよ全然。2位、面白い。2位が水色アットマーク若直しさん。そう、あ、恥ずかしい、若直しって読むの。水色さん、いつもあのツイッターの返信いっぱいしてくださったりありがとうございます。水色さんは若菜のブログ読んだことあるんでしょうか。公演不足です。わあ、じゃあ次の声もまた来てくださいね。あ、もうこれ今約束交わしたので。ちょっと後で言いたいことが、あのショールームに関係ないことで、舞ちゃんから LINE がいっぱい来てて、今後でそんなことについて言いましょう。はい、1位、あ、水色さんにありがとうございます。1位、うまぴょい、うまぴょい、末広さんですかね。もうほんまに、もうね、これ末広さん、の私の一つの後悔を聞いてほしいんですけど、前のトップガン当てれなかったのが本当に、もう私は今年おみくじで中吉引いた以上にショックでした。はい、中吉っていう微妙なラインを突かれたこともショックだったんですよね。私はそれよりもショックでした。中吉って何？中吉はどういう反応したらよかったんやろうか。中吉って難しいですよね。難しいですね、中吉。はい、くくりつけときました。大吉やってたことね。末広さん、いつもありがとうございます。レッキングゲーム以上です。あのね、舞ちゃんがね、わかにゃーんって、何してんのって、ショールームと舞どっちが大事なのって LINE 来てる。すごい、舞ちゃんね、若菜のこと大好きやから、舞ちゃんは若菜のことが一番好きですって言ってました。言ってなかったけど、せやんな、舞ちゃん。舞ちゃんブログもコメントする、ありがとう。
まいちゃんかわいいやろ。まいちゃんめんどくさくないよ。まいちゃんは、まいちゃんもね、優しいです。うんってきた。あ、若菜が一番好きやって。絶対ショールーム見てるわこれ。まいちゃんは若菜のことが一番好きらしいです。キーッ嬉しい。そう、19時からアンジュのスプラトゥーンゲーム実況が始まるんです。アンジュじゃなくて、アンジュだけじゃなくて新 YNN さんの方でね。まいちゃん、マイティペペロンチーノ食べようとして床に全部落とした子知ってますよ。もちろんまいちゃんが話してた。めっちゃショックで半泣きやったらしい。これ言っていいんかな。言っていいよね多分半泣き。まいちゃん、あいちゃん待ってね、電話かけるから待ってね。まいちゃん、あいちゃんもうちょっと待ってね。ね、まいちゃんはいい子ですよ。まいちゃんは、まいちゃんはね、いい子なんですよね本当に。全然前髪をね、前髪を抵抗あの巻く、お化粧しやん、抵抗とし前髪を巻いたんですけど、巻きも取れちゃった。ケープしてないから。はい、まいちゃんまいちゃん米で埋まっちゃった。いいよいいよ、まいちゃん。そう、眉毛描いてないからニヤニヤやって。あー、まいちゃん、まいちゃん、はい、そんな感じですね。まいちゃんと私の関係はこんな感じですね。よいしょ。よいしょ。はい、直しました。前髪、マイティーチャーちゃん、チャーちゃん指が好きと。なんで若菜がね、先にまいちゃんのことまいちーまいちーって呼んで。チャーちゃんって何チャーちゃんも可愛いよね。若菜チャーちゃん呼びしてないです。まいちゃんは最近はマイティーって呼んでて、最初はマイティーって呼んでて、でマイチーになって、そこからまいちゃんまいちゃんって。やっぱマイティーは私の尊敬する人であり、やっぱりライバルとして、そのまいちゃんとしてちゃんとあの呼び捨てではいかんなということで、まいちゃん呼びにしてます。じゃあ、そう、 YouTube の方でね、選ばれし者たちのダンスプラクティス動画がなんと載ってるんでございます。一番左、一番最初の画面で左にいるのが私です。あの時ね、あのトレーナーが選べたんですけど、私は身長が低くて、やっぱり一番決まった中で、そのマネージャーさんの方から S サイズが1着あると、スミの S サイズでもいいかいと。あ、大丈夫ですって柄とか模様じゃないな、そのトレーナーとかパンツの柄とかは私は関係なしに、それを着ました、 S サイズを選べるかなとかちょっとドキドキしてたら、もうあの隅のはこれってなってましたそれでもめっちゃ可愛かったよね、あの服。見てね、みんな、まいちゃんも見てね難しいです、やっぱり私もまだまだな、まだ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 なので、もっと頑張ります。はい、決意です、固い決意です今のはそう、あと2分くらい頑張ります。ちょっとごめんなさい、鼻の横がかゆいです。そう、わかんないね。そう、あのね、裏話ってわけじゃないけど、ちょっとダンスで難しかったポイントがあってね、サビ前の私のソロで歌うとこがあって、お見せしなくちゃダメねってとこがあるんですけど、そこね、真ん中の方から端っこ行って後ろに行かないとダメで、移動がね結構難しくて、相方その練習結構した。どうやって下がるとか、どのスピードで下がって踊りながら位置つこっかみたいな、
めっちゃ愛花と試行錯誤しました。それはそれもいい思い出でございます。やばい、59分。まいちゃん変やけどね、この年で。まいちゃんまいちゃんまいちゃん僕にまいちゃんとね変なラインばっかしてるんですよ。にゃーにゃーって、まいちゃんがゴロニャーって返してきて、まいちゃんゴロニャー何してたの寝てた若にゃんの歌え抜群にかっこよくて、歌えかっこいいって何初めて言われました。ありがとうございます。これにゃー歌えね、分厚いよね死だ終わりましょう。それじゃあ皆さん元気で、明日じゃない、明日からまた1週間頑張りましょうね。